ベラダルビー10月23日1971年9月11日は、ポーランド出身のユダヤ系で主にアメリカが衆国とフランスで活動した女優。ベラダービーやベラダルビーなどとも表記される。5カ国語を話すことができた。ダルビーは、パン職人のチェン・ウィージアとその妻・チャヤとの間にベイラ、ウィージアとして生まれる。その後、家族でパリに住し、そこで、 少女時代を過ごす。三人の兄ロバート・ウィージア、ジャック・ウィージア、ジーン・イシドレと一人の姉すらがいる。ロバートは強制収容所で亡くなっている。第二次世界大戦中のナチス・ドイツによるフランス占領に伴い、1943年にパリから逃れるが警察に逮捕されて投獄される。この時の辛い体験が彼女の生涯を通じてのトラウマとなる。 戦後パリに戻ったダルビは夜の街で出会った裕福な実業家、アルバン・キャバルケイドと1950年10月7日に結婚するとカジノに通うなど派手な生活を送るようになる。1951年に映画界の重鎮ダリル・エフ・ザ・ナックとその妻バージニアと知り合う。1952年にキャバルケイドと離婚すると彼女の美貌や生き方に魅了されていた。 ザナック夫妻は彼女がギャンブルでこしらいた借金を返済し、彼女をザナック家に住まわせることにする。1953年8月にザナックと契約し、名前をベラ・ダルビに変える。ダルビはザナックの名前、ダリルと彼の妻の名前、バージニアを組み合わせたものである。その後、ザナックの愛人となるが、その一方でロバート・スタックやブラッド・デクスターなど、 他の男性たちとの交際が報じられる。1954年のサミュエル・フラー監督の映画、地獄と高潮で、リチャード・ウィド・マークの相手役でデビューするが、最もよく知られているのは、エジプト人で演じたセクシーなバビロンの高級娼婦、ネフェル役であろう。この役は、愛人のザナックが、金髪美女マリリン・モンローよりもダルビを選んだことで手に入れたものである。妻と別れた。 ザナックはダルビを追ってフランスに行くが1955年にダルビが両性愛者であると知ると彼女とも別れる。ザナックとの別れをきっかけに彼女の人生は安定する。彼女は非常に裕福な男性たちと関係しながらもその関係は長く続かずギャンブル癖を抑えることができなかった。ザナックは遅くとも1970年まで彼女の借金を返済していた。 1960年11月13日に、レストランのウェーターである、クロード・リューアスとラスベガスで結婚するが、1年も経たずに婚姻が取り消される。ダルビは何度か自殺未遂を犯した後に、モンテカルロでガス自殺する。彼女の遺体は、死後1週間以上経ってから発見された。ありがとうございます。